お元気ですか、僕趣味です。今回は新海院本店釜石ラーメンのカップラーメン動画でございます。早速ね、今回はね、4分入れて待ちたいと思っております。はい、4分経ったので食べていきたいと思います。それではね、蓋を開けていきたいと思います。それではね、スープを入れたいと思います。まずはですね、この二重スープでございます。ちょっと待ってくださいね。じゃあ切りたいと思います。で入れましたら少しね、かき混ぜて、次にですね、この火薬入り粉末スープをね、入れたいと思います。で、入れたいと思います。はい、でこれ入れて、では早速食べていきたいと思います。でこの釜石ラーメンのねスープはどんな味なのかね、確かめていきたいと思います。結構ね、すっきりたような感じのねスープでございます。もう私たちはね、結構ね、美味しいスープでございます。では麺の方もね、食べていきたいと思います。麺はね、結構な細麺でございます。結構ね、細めだけどね、しっかりとあのスープに絡んでね、結構ね、美味しいね、カップラーメンでございます。最近もね、カップラーメンもね、進化していますよね。ね、またね、いつかね、あの釜石の方行ってね、新海園本店のね、中国料理もね、食べていきたいとね、思っております。いつになるかはね、わかりませんけど、ね。食べたいと思っております。でもしよかったらですね、この新海本店さんのね、カップラーメンも購入して食べてみてはいかがでしょうか。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。